ディラン・ジェームスは、ニュージーランドのプロレスラー。オークランド出身。e c w WWE、ティネで活躍している、チーム 3D が主催する、チーム 3D アカデミー出身。2010年2月、アイポでデビュー。ニュージーランドの団体で、ディルス、オコナー、ディルス・デラクセオなどのリングネームで活動し、デイビー・デラクセオとのタッグチーム、キウイ・エクスプレスを結成して、アイポ。 ニュージーランドタッグ王座を獲得する活躍を見せる。2011年11月6日、日本の団体である01に参戦するため来日し、ライディーのリングネームで出場。8ウェイタッグマッチにて勝利。以降、01に定期出場するようになり、11月にはタッグトーナメントである風林火山に裁量2と組んで出場するが、5点という結果に終わった。 2012年3月25日、NWAUN ヘビー級王座を保持する、上田氏とに挑戦するが敗戦。5月17日には、01の所属選手となり入団。リングネームを現在使用しているジェームス・ライディンへと変更。6月14日には再び、上田と NWAUN ヘビー級王座戦を行うも、帰り討ちにされた。10月16日には、 尾端優作と NWAUN ヘビー級王座戦を行い、パワーボムを決めて勝利し、王座を奪取した。12月、風林火山にて、タッグパートナーにゼウスを迎えて出場し、優勝を飾った。2013年4月15日、マイバッハベータと組んで、佐藤光平神風とのタッグマッチで勝利後、参戦している。 外国人レスラーを集め NWF なるユニットを結成することを発表。6月11日にマイバッハベータと組んで NWA インターコンチネンタルタクオーザを保持する064に挑戦するが敗戦した。7月第13回火祭りにてアメリカや日本の団体で活躍したザ・グラジエーターを連想させるフェイスペイントを施して初出場。 優勝決定戦にて田中雅人と対戦し、アラバマスラムからパワーボムへとつなげるが田中がカウントに出返すと最後にハイアングルパワーボムで仕留め勝利。同時に空位になっていた01世界ヘビー級王座の第15代王者に君臨し、01の頂点に立った。同大会における初の外国人レスラーの優勝を飾り、また22歳での優勝は、 歴代最年少と個人としても、団体としても様々な記録を更新する結果になった。10月5日、全日本プロレスのアドバイザーを務める長野正宏から、全日本に参戦することが発表される。同月27日、アニバーサリーツアー2013、両国国技館大会に出場。浄道リングとタッグを組み、ディーロ・ブラウンバンビキラーと対戦して勝利した。 11月30日より開催した世界最強タッグ決定リーグ戦に01代表としてマイバッハベータとの01最強外国人コンビとしてエントリー。4勝3敗、勝ち点8点でリーグ戦を終え8チーム中4位という結果に終わった。2014年6月25日、会社に暴言を繰り返したとして01から4月2日付で契約を解除されたことが 明らかになった。契約解除の際に、相手の両親の同意を十分に得ないまま、未成年の日本人女性を母国のニュージーランドに連れて行くという誘拐まがいの駆け落ちを行ったことが、01から報告された。01との契約を解除後、7月11日にアメリカ・フロリダ州を拠点とするフィップのデクラレーション・オブ・インデペンデンス2014に参戦。ジャック・ギャロート対戦。 ラリアットからパワーボムへとつなげて勝利した。8月、ニュージャージー州を拠点とするエボルブにて開始された、スタイルバトル2014にエントリー。同月9日、エボルブ32にて、ドリュー・グラックと対戦。最後にパワーボムを決めて勝利。決勝には進めず、勝ち点1という結果に終わった。2015年6月18日、01にて、神風より、 第15回火祭りに、キャプテンニュージーランドとして推薦される。同月19日に正体を明かして、過去の過ちを謝罪し、01復帰を実施した。後に復帰することが認められ、7月より開始された第15回火祭りに、出場。B ブロックにエントリーされ、3勝1敗1分で、勝ち点7という結果で準決勝に出場。同月2日、準決勝にて、 佐藤浩平と対戦。サイドバスターや、チョークスラムなど、パワースタ法で攻めるが折れない佐藤より、パイルドライバーなどの技で頭部へダメージを与えられ、最後にジャーマンスープレックスを喰らい敗戦した。10月11日、チェンジザワールドにて、01世界ヘビー級王座を保持する、佐藤浩平に挑戦すると、同時日祭りでのリベンジマッチを行うが最後に、ジャーマンスープレックスホールドで、 カウント3を奪われ敗戦した。2018年1月をもって、01との契約を解除。2月、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルにて、ディラン・ジェームスとして、出場を発表。チャンピオンカーニバルに先立つ3月25日埼玉、スーパーアリーナ大会で、最良2とのタッグで、ゼウスボディガーが持つ世界タッグ王座に挑戦し、勝利。 第82代世界卓王者となった。初出場となった2018チャンピオンカーニバルは3勝4敗でリーグ戦敗退で終わるものの優勝候補であったスワマとゼウスに勝利した。6月5日のディファ、有明大会にてパートナーの裁量にともに J クリーが結成した新ユニットスイーパーへ参加を表明した。6月12日、後楽園ホール大会では 宮原健人の持つ三冠ヘビー級王座に初挑戦。場外乱闘も交えた猛攻で試合を優勢に進めたが、最後は宮原のシャットダウンスープレックスホールドの前に敗れた。その後、世界タッグ王座は手放したものの、スイーパーの一員として活躍していたが、9月24日、大阪府立単位区会館大会で、タッグパートナーであるジェイクリーを、 タックルで吹き飛ばし、対戦相手であったジョー、ジ浄ドーリングとのツープラトンパイルドライバーを、J クリー決めて、スイーパーを脱退、ジョートの共闘を宣言した。第41回世界最強タック決定リーグ戦は、ジョートのタック、ザ・ボンバーで参戦。最終日までに5チームが首位で並ぶ、大混戦となったリーグ戦だったが、最終戦で、スワマー石川修司の暴走大巨人と対戦し勝利。 平成最後の世界最強タッグ決定リーグ発射となった。2019年1月2日、高楽園ホール大会で暴走大巨人の持つ世界タッグ王座に挑戦したが、ダッシュに失敗した。2度目の出場となった2019、チャンピオンカーニバルでは三冠王者の宮原には及ばなかったが、リーグ戦に痛いとなる4勝2敗1分で終え、前年から躍進した。 ありがとうございます。